さんこんにちは、ピストルダブルです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はね、たまに訪れる、はい、ためになる会、ほう、まあ、ガーゼ君のダイエット企画があるっていうのもあるし、うん、まあ、僕の減量もね、そろそろ試合も、近づいてくるということで、今日はね、またあのダイエットの豆知識をやっていこうかなというふうに思うんですけども、はい、今回のテーマは糖質制限です。聞いたことありますか、糖質制限。よくダイエットする人はなんか糖質制限のためにご飯食べへんねんみたいな。そう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 、まあ、糖質制限っていうのは効果は一定あるにはあるんですよ、うん、ただ続かないとか言ってる人たちは糖質制限のやり方分かってないんですよ。ご飯を食べないとか、うん、炭水化物を一切断つっていうのは、うん、続かないです。まあまあまあ、そうね。まあ僕みたいな職業減量する人は続きますよ、それは。でも普通の人は続かないし、糖質ってじゃあ取らなきゃいいのかっていうと、取らないとダメなんです、うん、むしろね。で、なんでかっていうと炭水化物ってブースターなんです、体で言うと。お、運動をするときに糖質がないと運動の結果痩せないんですよ。お、要はブースターがないんで体が温まらないんです、うん、代謝も落ちる、それは痩せませんよ。じゃあどういう糖質制限を一般の方がすればいいのか、正しい糖質制限の仕方っていうのを紹介していこうかなというふうに思います。はい、はい、で僕がよく使う、まあ、段階によって僕使い分けるんですけど、いろんな糖質制限のするときに食べてるものっていうのを紹介していきたいというふうに思います。で、最初に予備知識なんですけど、糖質制限っていうのは、まあ、糖質を単純に断つっていう糖質制限もあるにはあるんですけど、大事なのは GI 値っていうものを抑える。お、知ってますか GI 値。はい、知らないということで、説明するんですけど、簡単に言うと炭水化物の吸収率を表したものです。お、簡単に言うとね、消化がいいか悪いかってこと、うん、吸収がいいか悪いです。吸収率が高いか高くないか、はい、で、はいはい、GI 値っていうのは高ければ高いほど吸収されやすい、うん、で吸収されやすいとどうなるかっていうと、血糖値が上がるんです、うん、すぐで血糖値が必要以上に上がると、うん、インシュリンっていうものが分泌されます、うん、そうするともう糖質はいらんので、それを脂肪に変換しようっていう体の作用が働きます。で、それによって脂肪、炭水化物が脂肪に変えられていくわけです。まあ、この知識はみんな持ってるかもしれないですけど、ご飯とか糖質を取ると満腹になるでしょう、うん、あれは血糖値が上がるからなんですよ。なのでご飯を食べたりするとすぐ満腹感を覚える、うん、で、お肉とかは満腹感っていうのは遅れてやってくるんですよ、うん、それはなんでかっていうと GI 値が低いもんで、うん、徐々に上がっていくわけなんですよ。お肉って糖質ないわけじゃないですか、ありますから、あるんで、それが徐々に吸収されていって上がっていく、 GI 値が低い。その GI 値を抑えることによって体の中で糖質制限をしている状態になるんですよ。その GI 値っていうものを意識して炭水化物を摂るっていうのが一般の方にはおすすめです。で、ちなみに GI 値の高いものの代表っていうのを挙げていくとですね、食べ物で一番高いのは食パンです。食パンが高いんだ。あれ95あります。要はもう 糖なんですよ。簡単に言うと、ご飯よりもパンなんや。白米は84なんです。で、これもうどんとかも一緒ですね。精米されてるものが84なんです、うん、精米されてないと雑な栄養素を含むんで、うん、要は玄米とかだと GI 値が下がるんです、うん、60以上のものを高 GI って言います。要は吸収されやすい、糖質制限するときには避けた方がいい食物、60から30、40から30ぐらいまでかな、うん、っていうのを中 GI で、それ以下のものを低 GI と言います。で、そういうものの中で高 GI を避けた炭水化物を摂るっていうことが、大事、糖質制限の中では一般の方がやるっていう意味では続く糖質制限になります。じゃあ僕が今からね、紹介するのはその GI 値、中 GI 値以下のものでご飯として食べれるものを紹介していきたいなというふうに思います、はい、で、まずじゃあ最初1品目なんですけど、これです。何か分かりますか、これ。雑穀米みたいな。そう、僕はだいたい16から21の雑穀米を何もない時には食べてます。原料とか煎うちはね、僕は白米めったに食べないんですよ。もう毎日これですね。これ食べてるとだいたい太らない、まあ、太らないって言うとまた弊害があるんですけど、太りにくいって。で、雑穀米って美味しいのって思うかもしれないですけど、最近の雑穀米は美味しいです。ぜひちょっと食べてみてください。で、僕の意見ですけど、玄米より雑穀米の方が食べやすい。まあ、お
米ですからね、考えるとね。どうですか、違いあります？今、その白米 100% の飯に比べると、豆、豆感がある。そう、豆が入ってますからね、普通というか、うん、こんな感じはあるけど、全然食べにくい感じはない。まあ、これなんかこれは普通、普段食べれる GI って言うと50いくつかな、中 GI、うん、ちょっと高めな中 GI になるんで、まあこれはもう白米と比べると全然突然できるんですけど、これね、まあ僕たちこういう、3合、2合3合だけのやつに1スティック入れますよっていうやつを、買います。で、当然これ2合だけにすれば GI 値は下がりますし、3合だけにすればちょっと上がる。僕はこの2合だけに1本結構安いですよ。これね、3つ取り寄せて1000円かな。で、これ1個頭6個入ってますから、まあ大体これ1個で 1.5 升ぐらいなので、お値段的にもリーズナブルっていうのが1つ目、雑穀米から DGI ね。で、次これですね、まあマッチョを渡してるから、はい、オートミール。オートミールね、これね、毛嫌いする方いるんですけど、これね、美味しくない食べ方をしてるから美味しくないです。あ、そう。で、これちゃんと食べ方がありまして、ご飯風に食べる、食べたい人には、ちゃんとやり方があって、だいたいオートミールを 30g 頭で 50 の水で戻します。30g で 100キロカロリーぐらいなんですね。で、これを、まあ、例えば40入れたとすると、お水を、60ぐらい。これは好みあるんですよ。僕、緩い方がご飯っぽいんで、ちょっと多めに入れます。だいたい30に50って言われてるんですけど、僕30に60、70入れます。なんで40やったら90、80ぐらい入れます。で、これを水でまた入れて、入れるとこういう風になるんですね。で、これを1分チンします。アメリカのドラマに出てくるクソマジ朝食のイメージがあって。それはあれやんか、オートミールに牛乳ぶっかけてるやろ。そうそうそう。基本的におかずと食べますから、こう大麦なんですよ、オートミールって。パン食ってるのと変わらんわけですから、そのパンを生成してないみたいなもんですね。パンの玄米版みたいな感じ。はい、で、チンしたのがこれなんですけど、はい、これをね、こう混ぜる、こうなじませると、わかりますか、もちもちするんですよね。確かにな。まあ、これがオートミールを米化した状態のコース。これちょっと食べてみて。イメージとしてなんかコーンフレークやろと思う人がいるんですけど、うん、味ないんですよ。ないな。で、炭水化物で糖分が当然含んでますから、噛んでると甘みが出てくる。で、味としてはご飯と一緒なんですよ、うん、だからこれをご飯代わりとして食べれば、おかずと食べても違和感ないんですよ、うん。これね、勘違いしてる方がいるんですけど、こう皆さんが思い描いてるのはオールブランです。それ甘いのはオールブランなんです。あれ甘みのないご飯、これそうなので、思ったほどご飯としての代わりになります。うん、なるな。まあ、ただ一つ難点を挙げるとすれば、味の馴染みが悪いんですよ。うん、ご飯ってその味のついたものやと口の中で混ざるんですけど、うん、これね、あんまり絡まないんですよ。分離してるんですよ。おかずはおかず、オートミールはオートミールみたいな感じになるんで、おすすめの食べ方、まあこういうね、スープ、カロリー低いお味噌汁とかね、うん、使ってやると特にいいんですけど、おじや、うん、おじやにする。これはね、本当にうまいから。さっき言ってたオートミールを30入れます、うん、大体ね。で、これオートミール入れてるんで、この目盛りついてますよね、より上まで入れてください、うん。で、またこれをちょっと加熱します。今回は加熱しすぎると水を吸いすぎちゃうんで、30秒ぐらいですかね。お湯を入れて30秒、うん、すると分かりますかね、このおじやみたいなのですよ。あー、ちょっとトロッとして、分かります。はい、食べてみて。普通にうまい。普通にうまいでしょ。何の違和感もないな。これをするとご飯っぽいでしょ、うん。で、オートミールって腹持ちがすごくいいんですよ、うん。お味噌汁でもいいし、もうコーンスープとかでもいいんですよ、うん。で、やるとこれ1個で200キロカロリーないですから、うん、もう十分満足を得られるんですよ。この食べ方は続くと思います、うん。こっちが合わなかった人は、こっちのおじやにすれば、うん、長いこと続けられるんじゃないかな。うまい。で、このオートミール
オートミールの GI 値も大体50前後なんで、低中 GI、ね、僕はね、これはあの減量期に入ったら炭水化物これです、これ言ったことです、うん、で、なんですけど、うん、次、ちょっと変わり種です。これはね、どう見えますこれ。ご飯にしか見えへんけど食べてみて、なんやと思います。なんかちょっとゆるい、ゆるく炊いたご飯みたいななんですよ。これあのまあまあ GI 値っていう観点からちょっとずれるんですけど、うん、これも糖質制限の一種で、うん、これね半分こんにゃくなんです。へえ。こんにゃくというかマンナンなんです。ほうほうほう、マンナンライスってやつ。そう。はいはい、はい。で一番簡単なのはこれジャスコとかで売ってるんですよ、このマンナンご飯。うんうん、これね4分の1マンナンになってます。ほう。でマンナンご飯をご飯の感覚を失わずに食べるためには、うん、半分が限度。それ以上いってしまうとどうしてもそのこんにゃく万難感が出るんであれなんですけど、こういうパックのものもあるし万難だけでも売ってます。へ、安く売ってます。これはね本当にねお米が食べたいなと思った時に食べるやつです。これでカレーとかを食べるともう本当にお米にしか感じないですね。これは GI 値っていうよりもちょっと普通に白米を食べた気になりたいなっていう時にこれ、4分の1でカロリー 25% カットですから当然半分にする半分カットです。1膳食べて100ぐらいなんです、うん、これはあの逃げる時にはちょうどいいんです、うん、どうしても食べたいっていう時にはこれは、万難ご飯もこれ糖質制限の一種です、うん、要は糖質を半分にしてるわけですからこれも糖質制限として一つ、これはあの減量中食べたいなと思った時に食べる、うん、で、減量がもう本当に差し迫ってくるよと、うん、これからちょっと炭水化物を減らしていきたいなっていう時に、食べるのがこれです。あ、見たことはあるな。ご飯の代わりに食べるブロッコリー、はあ、でチンするとこんな感じですね、うん、まあ、ブロッコリー、うん、緑なんでね、ちょっとあれだ。これカリフラワーもあるんですよ。カリフラワー、じゃあ白いな、うん、まあこれはね、単純に本当にあのご飯状の野菜ですこれはね、減量後期あのご飯食べた感を入れたい時にはこれに納豆を入れます、うん、おまあ、正直納豆みたいな味の強いものと一緒に食べたら分からんのですよ。ほうほうほう、食感だけのものになるから、まあまあ食べてみてください。まずいもんじゃないですよ、ブロッコリーやから。そうだね、まずくはないはず、ブロッコリーやもん。で、まあ、これのおすすめ食べ方、これだけで食べる人絶対にブロッコリーやからおすすめなのは、まあ、減量してる人間からするとそういう食べ方できないけど、カレー、カレーとか納豆とか丼物にしてほしいです。丼物にすると、まあ、ご飯も一緒で、丼物にするとご飯の味なんて感じないでしょ。まあ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 、どんな味になるじゃないですか、にしてしまうと要はかさ増しですね、うん、でこれはあの GI 値でいうとあブロッコリーなんて20ぐらいです、うん、当然低いし食物繊維もでも多いんですよ、うん、食物繊維はたっぷり含んでるし、ブロッコリーってタンパク質が多いですよね、野菜食べて、だからタンパク質もしっかり取れるし糖質だけ落とすことができる。これはおすすめ、おすすめというかその減量後期とかに、これをすることによって、まあ、糖質をほとんど体に入れないという時にはこれを食べますね。だから段階的に考えていけばいいと思います、うん、ちょっと日頃の体重増加が気になるなっていう人は、うん、白米を雑穀米に変えればいいし、うん、ちょっと減らしたいなっていう人はオートミールですよ、うん、もう病気レベル、君やな、病気レベルに太ってる人はこれをもうまあ要はあれですよ、あの処方、処方というかそういうトレーニング施設に入れられたらこういうの出ますからね。で、どうしても途中で白米が食べたくなった時にはただの白米じゃなくてこの万難ご飯です、うん、っていうことで糖質をどんどん制限していくのがいいかなと思うんです、うん、で、立つってガクトとかが言ってたりするじゃないですか、うん、食べませんってあんなん絶対続かんし、正直効果悪いですよ、あんなんは。あれはそれやから痩せてるんじゃなくて痩せてるガクトがやってるだけなんですなので正しい糖質制限をやっていってほしいなと、はい、僕見てたら分かるでしょ、僕2、3ヶ月で10何キロ落とすんですよ。これで落ちるんですから落ちますよ。で運動してなくてもこれをすることによって12キロは落ちなくても緩やかに減っていきますから、なので、ちょっとしたダイエット長く続けダイエット長く続けたいっていう人は、今言ったその GI 値を考えた食事をとっていただければいいかな。糖質制限、糖質ダチじゃなくてね、糖質制限を GI 値目線でやってもらえればいいかなと思います。で、今回、用意させていただいたこれらの商品、ガス君全部あげますから、やったー頑張って。
はい、ということで、今回ね、糖質制限、プロボクサーを教える糖質制限入門ってことをやってみましたけど、本当に効果はあると思います、うん、なので、ダイエット考えている方、この動画を参考に頑張っていただきたいなというふうに思います。この動画が参考になったら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。